もう私の住んでる名古屋では今週末が最後かなっていうところで、駆け込みでギリギリの桜を楽しみたいと思います。でもね、今ねここから見ると若干葉桜になってる木もありそう。これはカフェラテ。私名城公園なんて来るの本当に久しぶりなんですけど、皆さん来ます？隣のっていう飲食店が集まっているところ初めて来たの。まあ、モーニングがてらディアノレルーカでクロワッサンとカヌレを頼んで、万が一食べきれなかったら嫌だからカヌレはテイクアウト用にしてもらいました。じゃあクロワッサンも食べます。温めてもらったから美味しい。この後は、桜見て銀シャチ横丁のあたりとかも行ったことがないから、ちょっとブラッとしてゆるく散歩しようかな。嘘でしょ。めっちゃ寄ってくるんですけど。なんかまったりしちゃって動きたくないんだよね。ここ気持ちいいの。テラス席が3つ、この屋根がついてるのが3つあって、ワンちゃんとか OK みたいなのね。ちゃんとリードを引っ掛けるところまであるんですよ。ワンちゃん連れの方も来やすくて、でしかも広いのね、スペースが広くって。さっきからね、ちびっこちゃんもめっちゃ駆け回ってるんですよ。行きますか。ここでずっと私が喋ってても何も楽しくないもんね。じゃあお散歩行ってきます。だいぶもう葉桜なんですけど、とっても綺麗です。こんなに咲いてるところがあるんですね。ちょっとずつね花びらが散るんですけど、それもまた可愛いひらひらってね。皆さんお花見しました？ほーらほーら綺麗いや私なんで今日一人なんだろう。家族連れとか友達とかとねピクニックしてるの羨ましい。
でしょ、こんなに鯉がいた。え、ちょっと怖くない？これ絶対食べられないけど、食べられそう。日本酒ですって。今金シャチ横丁の義助さんってお店に入ってビール頼みました。なんか本当に人が多くって、外のベンチとかでは座れそうになくてお店に入りました。じゃあいただきます。乾杯。おいしい。で、このビールが名古屋駅のワインマーケットで作られてるらしくって、エールカポネっていうアイリッシュレッドエール、ちょっと赤いんですよ。でね、蜂蜜の旨味が入ったフルーティーなビールということで、ちょっと昼飲みには、私今日も昼飲みしてるわ、美味しい美味しい。で、おつまみもバケットにクリームチーズにこうジャムとナッツ、十分、これでも十分楽しめる。なんかリンアルデルーカでモーニングした後からずっと歩いてたの。桜の動画を撮りながらずっと歩いて、多分私1時間くらい歩いて、いい加減疲れたなと思ってたんですよ。で、本当にね、もうね、疲れたとはいえ、でもめちゃくちゃ綺麗で、もう今だけだと思ったらもう見て歩きたかったから、いやー、良かったです。今日来て本当良かった。ここ穴場かも。他の隣とか多分味噌煮込みとかうなぎとか親子丼とかのお店はもう列バッて並んでて無理。ここは静かだし、座ってお酒飲めるし最高。私お酒飲める人間で本当に良かった。飲める自分でよかった、なんかそれだけで楽しみが増してる。
動画を撮りまくってたらスマホの充電がなくなりそうで、携帯充電器を持ってきたと思っていたの。充電もして用意してたのよ。バッグに入れたと思ってたの。そうしたら入ってなかったの。うわやばいと思って、で恐る恐るさっきのビールのお店でスマホの充電器ないですかって、 iPhone の充電器ないですかって聞いたら、あって、充電させてもらえたの。だからもう一杯飲んだんです。そんなね優しいことをしてくれたらもう一杯飲まなきゃと思って、もちろん充電する時間も必要だったから。でさらにね、私がさっきあの D&DeLucaでテイクアウトしておいたカヌレも差し上げて、食べてくださいって言って今置いてきて出てきたところです。その帰り道にね、私の好きな南知多の方にエビせんべいの里ってあるんですよ。よくね通販でタコの唐揚げかな買ってたんですけど、すっごい値上がっててびっくりしたの。倍ぐらい値上がっててえーみたいな。でちょうど店長さんがいらっしゃったからお話聞いたのね。そしたら漁獲量の問題ですごい高騰しちゃったみたいで、値上げせざるを得ない状況でって申し訳ないですとかって言われたんだけど、それは全然いいんだけど、やっぱり買おうかなと思って戻ったんだけど、そしたらもう売り切れてたから良かったですねって言って、残念と思いつつ、でも他のねお菓子を買ってきたの。だから今日明日はそのお菓子で楽しめるっていう。花見っていいね。本当はねこの後にいろいろ回ろうかなと思ったんですけど、私一見病院に行かなきゃいけないってことを思い出して、この後病院に行って帰宅して、なんか疲れて寝ちゃうっていう、そんな休日の過ごし方でした。今日も最後までご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。